あの前回対談させてもらった時に、うん、宮田先生とあのまだ論文を出される前でしたね、はいはい、あの、うん、不自然な変異をしている、はい、要はこれ人為的な手が加えられているんではないかという論文を去年の8月頃でしたっけ、はいはいはい、出されたと思うんですけども、まあ、その前に、対談の収録をさせていただいてて、はい、まあ、その部分についてはちょっと論文を出した後にしてほしいってことで後日配信したんですけども、あの論文を出された後に確か宮田先生おっしゃられていたと思うんですけど、それまではまあ結構叩かれたりしてたじゃないですか、うん、でこの論文を出したらもうえらいことになるぞと、うん、もう散々また叩かれるだろうっていう覚悟を持って出したらそうスルーだったみたいな、そうスルーお話をされてたと思うんですけど、うん、ちょっとその辺のお話をすごいなと思ったんですけど、うん、いや本当に僕もよく分かんなくて、うん、普通見たらあの論文をのデータを見たら、うん、あやばいと思うんじゃないんですかね、うんうん、変異がランダムじゃないって話ですね、うんうん、ランダムに起こってるには到底見えないという話があって、要は、ランダムに変異したらあのアミノ酸を変えない変異も蓄積してくるはずなんですよ、うん、3つの暗号でね、1つのアミノ酸が決まってコドンで決まってくるんですけど、それがあの、アミノ酸を変える変異とアミノ酸を変えない変異に分けられるんですね、うん、だけでランダムに変異したらアミノ酸を変えない変異もたまるはずなのに、はい、まあ、あのほとんどない状況なんですね、うん、でそれが毎回毎回アルファベータガンマデルタオミクロンずっと出てきてたって話があって、うん、でまあ、これは多くの人が気づいてて、はい、でヘリクスいろいろ言ってました、うん、まあ、あの免疫から逃げればそうなるんだとね、うん、免疫から逃避すごい逃避する、要は圧力到達がかかって、うん、でウイルスが変異しなきゃいけない状況に追い込まれていたら、うん、まあ、あの変異したやつだけが生き残るからっていう話で、あのそういう、まあ、そうなんじゃないのっていう話で、でも物事に限度っていうのあるし、はい、あとコロナってそんなに免疫から逃げてるには僕は思えないんですよ、うん、同じウイルスにも何度もかかるじゃないですか、はいはい、逃げてないじゃんウイルス、うん、確かにっていう話ですね、だからそんな圧力かかってないよねと、うん、でだけどなんでこんな変異するのっていうのが一つね、でもう一つはあの実験をしたような形跡が見えちゃったんですよね、うん、要は一個ずつ武漢型に戻った変異体があるよねって話が、はい、うん、オミクロンでね、オミクロンなんだけど30何箇所のうち32箇所こう武漢型に戻してると、はい、でこんなの自然界で起こりえないから、うん、これ実験したんじゃないですかと、うん、要はデータ取りたかったんじゃないですかっていうことですよね、うん、まあ、ざっくり言うと、うんうん、自然界では絶対起こりえないような変異をしていて、それを解析していくと、うん、まあ、これは人の手が加えられているだろうと、そうですね、意図が見えちゃうんですよ、うん、これ意図がありますよねって話ですよね、うん、でこれを裏付けるような論文を出したら、うん、今回の騒動ってそもそも人工なのか、うん、天然なのかによって全く騒動の原点が違うと思うんですよ。そうなんですよ。で僕はこれあの要は人工だっていうことを考えないと、うん、今回の騒動っていうのは理解できないと思ってるんですね、うん、人工だとしたらこれ本当にすごいことですからね。そうですよね。しかもあの全部の変異体がね、うん、てか全部っていうか、まあ、少なくともアルファベータガンマデルタオミクロンが、うん、人口だとしたら、うん、あの一つ一つ あの流行がですね、毎回毎回こう、まあ、トランプのカード切ったように順番にやってきたと、毎回毎回新しく流行させられてるみたいなイメージ、そうですよ、そうですよ、ばかばかれてるというか、そう、しかもそれがうまい感じで、うん、あの順番にカード切ったなっていうのが、うん、僕には見えちゃうんですよね、うん、いや見えた人間からしたらこれめちゃくちゃ焦りますよ、そうですよ、ね、僕まずいんじゃないですかと、うん、ただね、これをあの自分の教え子というか、教え子ですね、うん、教え子とか直接同じラボにいて、うん、あの僕が先生だった時、学生だった人に言うと、うん、おなるほどって言うんですよ、なるあのデータ見てなるほどね、はい、って言うんだけど、はい、で人口だと思うのって言われるんですよ、えどういうこと、だからあの すごい不自然だってことは分かりましたよ、はいはい、分かったけど、でこれで人口だと思うんですかって言われちゃったんですよ、なんていうのかな、要は人口はまずありえないっていう前提なんですよね、そんな悪いことする人いるわけないでしょ、うん、でも変なことはよく分かったって話ですね、うんうん、じゃあ僕としては、いやこれ自然に起こるんですかと、じゃあその自然に起こるメカニズム教えてくださいよと言いたくなるんですけど、でもなんかみんなこうそれはないだろうっていうのが先なんですよね、
例えば今あの WHO が進めていようとしているパンデミック条約だったりとか、うん、IHR の改正っていうのはもう次のパンデミックはもう待ってくれないんだみたいな、うん、もういつ起きてもおかしくないからもう早くこれ、いろんなことを決めていかなければいけないってことで急ピッチで進めようとしているんだけれども、うん、もしこれ人口の可能性があるんであればその次のパンデミックが起きた時の対策よりもこれ人工物がその例えば故意的に流出したのかもしくはあの流出しちゃったのか事故でかどっちか別としてもその対策を考える方がはるかに大切ですよね。そう思ってますし、うん、でも今回自分がこれ人工だと思って極めてまずいなと思ってますよ、うん、もう研究できなくなってしまうんじゃないかってことは思いましたね。これ規制難しいですよ。でもどうしたらいいかちょっとよくわかんないですね、うん、ただ実際に論文を出して、うんそれだけの危機感を持って多分出されたと思うんですけど、実際反応みたいなのは学会では皆さんデータ見て、うん、へえ本当みたいな感じですね、うん、でデータ見せると皆さんへえって感じで驚かれます、うん、しかしそれで終わりですね。あと、あと論文をあの、うん、雑誌社に出しても、うん、いやこれはあまりにもこう、まあ、ショッキングだから、うん、っていう話ですよね。ショッキングだからあんまり、うんうん、あのもっと、もっとこうなんかオブラートに包めみたいな、いや無理ですねこれ以上。あの田中さんとも相談してたんですけど、うん、いやあのそれでも天然で起きるよねっていう結論にすればいいのかなと、うん、要はあのこれ YouTube か、はい、YouTube ですね、まあ適当に編集しますね、うん、あの他のやつでもあるじゃないですか、あの効果があるって言わないと通らないから、はいはいはい、ね、うん、あのてか不具合があったとして、うん、不具合あるけどあの素晴らしいからいいよねっていう、うんうん、あの素晴らしさがあの極度に上回るからこれぐらいの不具合はいいじゃないかみたいな感じの論文が、はい、なんか まるで作法のように出てくるんですよ、うん、もうイントロでもう素晴らしい素晴らしい、うん、でこんな変なデータ出た、でも全体取ったら素晴らしいよね、でも この些細な問題もちょっと頭に入れようねみたいな感じの論文とかあるんですバカなんですけど、はい、今回も、うん、いやすごい変だよね、変で人口も考えるけど人口なんてありえないよね、天然で起きるとしたらこれすごいことだよねっていうような論文にすればいいんですかね。なるほど。かけや先生も確か何かの番組でよく話されてたと思うんですけど、結構論文とかそういう世界もかなりやっぱりこうなんていうんだろう、いろんな力が働いてるんですか。そうです、あの医学界はそうですね、うん、あの他のところはそうでもない、医学は結構歪んじゃってますね、うん、あの 不具合を出すって結構なかなか難しいことですね、うん、はい、そういうのだと通りにくかったりとか、もう全く扱ってくれないですか。もう剣もほろろですよ、僕があるにあるものが入ってて、入っちゃいけないものが入ってたって、うん、もうこれはもうとんでもない話ですよね、うん、ただそれを発表しても発表できないんですよ、あのすごい罵倒されますよ、うん、あの編集長から、はい、今回のコロナもとか○○○○の件もまあ、そういう力がかなり働いて、わかんないんですよ、うん、とある雑誌からはなんかお前の論文ここがいかんって書いてくる、うん、どれもなんか何を言ってるのお前みたいな感じでよくわかりません僕本当に、うん、どういうバイアスが働いてるのかな、うん、あの論文を出されたことによって、まあ、すごく攻撃とかが受けるんじゃないかっていうことをおっしゃられていたと思うんですけど、うん、逆にそうスルーするっていう手があったんだみたいなことを、ああ、言ってましたね、いやスルーなんだと思いましたね、うん、反論もしてこないみたいな、そうですね、うん、いや僕は検証してほしかったんですけどね、てか僕を契機にして、いやこっちから見ても変だよね、こっちから見ても変だよね、こっちから見ても変だよね、こっちから見ても変だよねっていうような論文がブワー出てくるんちゃうかなと思ってたんですよ、うん、はいはい、あのなんか皆さん言い出すのが怖かったんじゃないんですかって、はいはい、だからあのちょっと僕の後に続いてくるかなと思ったんだけど、うんうん、何もなかったですね、うん、まあ、かけやさん一生懸命やってますけど、そうですよね、うん、かけやさん結構あの武漢研究所流出説を唱えられてるんですかね、うん、あれはあの、うん、いろいろと最近出てきたあの証言とか、うん、あのその文章とか見るともう多分てかもう間違いないでしょうねと思ってます。そうですね、はい、最初あの3万個並んでるんですけど、でそれをあの6個に分割するように、あの制限酵素が、うん、あの普通制限酵素って切れる酵素ね、はい、DNA が切れる酵素が
普通はランダムに並ぶとですね、うん、長かったり短かったり、要はここに包丁を5つ入れてくださいと、はい、ね、うん、で5つ入れたら6個に分割されるじゃないですか、うん、はい、で、あの、でも普通それやるとランダムで長いやつと短いやつとか出てくるんですよ、うん、もう綺麗に均等にこうあって、はい、これが証拠だってあの、うん、言ってたんですよ、はい、あの柿屋さんがね、はい、昔あの他のグループが言ってて、うん、こういう制限構造がこう6つ入るなんて、ってかまあすごい低い確率だからね、うん、ランダムにチョップしてくださいっていうのをきっちりこう、うん、でそれがあの、いやでも僕たちそういう実験方法は使わないからそれおかしいんじゃないですかって言ってたんだけど、うん、あの最近その6つに分割して作るって文章出てきちゃって、はいはい本当なんだと思って、それなのに、まあ、日本の政府も世界もですけれども、そこに対してきちんと調査をしようとする機会すらないですもんね。ちょっと待ってくださいって僕言いたくなるんです。すみません、これね、仮にですよ、うん、人工物だったらこれ生物兵器ですよ。そうですよね。生物兵器って許していいんですか。あの前なんかあのアメリカが戦争仕掛けましたよね。そしたら何もなかったじゃないですか、うん、大量破壊兵器があるんだとかなんか言ってね、はいはい、戦争仕掛けて、うん、あれなかったみたいな感じだったけど、はい、いや今回だってもう現実に怪しいほぼ真っ黒真っ黒なやつが出てきて、はい、なんで調査しないんですか。よくわからないですよ。それやっぱりそれを提示してこう分からせるっていうのはやっぱり普通の力ではもう難しいんですかね。うん、どっかの国がやったって明確であればね、うん、やるのかもしれないけど、はい、今回なんかすごくややこしそうですね。一つの国だけの問題じゃない可能性もありますね。ありますね。まあ、その後のいろんな流れも考えてみると、うん、そうなんです。まあ、だからめちゃくちゃ怖かったですけどね、うん、本当消されるんじゃないかなっていうのは思ってましたけどね。うん、でも宮沢先生がその人生をかけて結構コロナの当初からいろんな情報を発信してくださっていたおかげで、多分すごく感謝している方がめちゃくちゃいると思いますよ。いやでも今僕が言ってることも間違ってる可能性ありますからね。はい、うん、